我が名はアインズール・ゴウン。偉大なるナザリック地下大墳墓の主にして魔導国を滑る王である、と絶対なる支配者を演じてはいるものの、未だになれずにいる。かつてのように NPC の忠誠を疑ってはいない。だが彼らが失望する顔もまた見たくないな。第1話、アインズール・ゴウン魔導国。国とは王とは一体何なのだろう。